ウルバヌス2世は11世紀のローマ教皇、副社、本名ラゲリウス・ノード、またはウード・ド・シャティオン、クレゴリウス7世によって引き立てられ、その意志を継いで教会改革を達成した。1995年のクレルモン教会会議において第1回十字軍の派遣を呼びかけた人物としても知られる。ラゲリウス・ノードはフランスの地方貴族、シャティオン家に生まれ、 聖職者になるべく教育を受けた。ランスでケルンのブルーノに学び、クルニー修道院に入った。院長を務めた後、クルニーとかわりがあった教皇グレゴリウス7世の招きでローマに赴き、オステアの司教数奇教となった。グレゴリウス7世の下で推進された教会の自己改革においては、教皇の右腕として活躍し、特に教皇代理としてのドイツでの 外交政策において卓抜した手腕を示した。オドが晴れて教皇に選出されたのは、ウィクトル3世の死後であった。ウルバヌス2世を称した新教皇は、グレゴリウス7世の推し進めた教会改革の路線を忠実に踏襲することを表明し、優れた外交手腕によって、実際に多くの改革を達成した。自己の改革を進めるために、死のブルーのローマに昇平した。 就任当初こそ、ローマにおける対立教皇クレメンス賛成の存在に悩まされていたが、一連の教会会議で多くの司教の賛同を集め、アマルフィ、ベネベント、トロワといった諸都市が教皇の改革路線の成果を支持したことで対立教皇の存在を圧倒した。生殖売買の禁止、司祭の独身性の徹底。 続権からの助人権の奪回を教会改革の柱として強力に推進、実際に教会の後期粛清という目に見える成果を挙げていた。また、グレゴリウス7世以来続いていた神聖ローマ皇帝、ハインリヒ4世との交渉も継続した。ハインリヒ4世に対抗するため、トスカーナ女白マティルダとバイエルン公子ベルフ5世の結婚を取り持ち、 ハインリヒ四世の妻アーデルハイトと長男コンラートのハインリヒ四世への反乱を支援した。また、離婚問題からフランス王フィリップ一世を破門している。ウルバノス二世の以上のような改革達成における業績はあまり知られていないが、1995年11月にクレルモンで行われたクレルモン協会会議の最終日に呼びかけた第1回十字軍の発見を訴える演説は、 非常によく知られている。1071年のマラズギルトの戦い以降、セルジューク朝に圧倒されつつあった東ローマ帝国の皇帝アレクシウス一世からの援助要請を帰化として、1095年のピアチェンツァ協会会議で援軍の派遣を提案したので、あるが結果として十字軍による東地中海域の侵略、破壊、虐殺に道を開いた。クレルモン教会会議において、彼は、 フランス人たちに対して聖地をサラ先人の手から奪回しようと呼びかけ、父と密の流れる土地かなんという聖書由来の表現を引用して軍隊の派遣を訴えた。彼がフランス人に神のために武器を取るようにと呼びかけると人々は神のお心のままにと答えたという。ウルバヌス2世は教会改革の支持者であり十字軍を呼びかける。 演説に対しても熱狂的に応えたルピン司教アデマールを十字軍を指揮する強行施設に任命した。ウルバヌス2世は十字軍によるエルサレム占領の14日後にこの世を去ったが、この知らせを聞くことはなかった。ありがとうございます。